はい、それでは国数リーシャーとテスト直し終わったんで、最後の一教科お笑いのテスト直しやっていきましょう。今回ですね、非常に出来が悪かったです。しっかり復習していきますよ。それではいきましょう。問1、萩本欽一のギャグフレーズを答えなさい。はい、こういう問題でした。これ正解はもちろん、なんでそうなるの、こんな簡単な問題はないんですけどもね。そんな中で伊藤が書いた問題、聞いちゃダメ、これギャグじゃねえな。これ教え子の金ちゃん劇団を叱る時の萩本欽一の怖い一面だろ、お前。こんなの掘り起こすんじゃねえよ、バカ野郎、お前は。はい、続いて問2、坂田敏夫のギャグフレーズを答えなさい。はい、こういう問題でした。これはもちろんアッホーね、これだけでいいんですけどもね。そんな中で山本が書いた答え、誰がアホやねん、これ大阪の街で子供にアホアホって本人が絡まれた時にぶつ切れた時の坂田敏夫の一言だろうか、お前。これ全国の先生集めてもこれに突っ込めるの先生だけだぞ、バカ野郎。はい、続いて、渡辺正行のギャグフレーズを答えなさい。はい、こういう問題でした。これはね、ポンと赤信号という塗料時代の兄貴のキャラクター、待たせたな、これなんですけどもね。お前が書いた答え、ハーメちゃんって、これ東京フレンドパーク2で渡辺正行がお手本のフランキー食べから呼び寄せる時の一言だろうか、お前。ギャグでもなんでもねえ、バカ野郎、お前は。はい、続いて、いつもここからのギャグフレーズを答えなさい。これはもちろん悲しい時ですけれども、ガブ飲みしたい時って CM じゃねえか、お前。これなんでガブ飲みミルクコーヒーのそのフレーズ分かって、悲しい時分かんねえんだ、お前。98年頃のガブ飲みミルクコーヒーの CM よ、バカ野郎。はい、続いて、ですよのギャグフレーズを答えなさい。はい、これはもちろん、はいと言いまってんですけれどもね。はい、ですよですよって、こっちかよ、お前。なんでお前それで入っていますよ、差し押さえてこっちなわけな。まあ、これも正解かもしれないけど、三角だ三角。はい、続いて、江戸春美のギャグフレーズを答えなさい。はい、これはもちろんグーですけれども、グーって、なんで写真使ってんだ、お前。どっからゲットしてきてんだ、これ、お前。しかもこれよく見たらグーじゃなくてここの写真だから不正解だ、バカ野郎。はい、というわけで、よって全員留年、どうもありがとうございました。